ソメヤ・キヌヨは、日本の政治家。静岡県島田市長。福島県岩き市出身。目黒区立高番小学校。目黒区立第六中学校。実践女子学園高等学校卒業。1975年8月、実践女子大学国文学科中退。同年、文化人類学者のソメヤ・シンドウと結婚。夫の転勤に伴い、 北海道帯広市、インドネシア、福岡県飯塚市など転居した後、島田市の市民となる。2001年9月放送大学、教養学部人間の探求専攻を卒業。静岡県男女と模造参画センター理事、島田市行政改革推進委員会副委員長、島田市教育委員長などを歴任。2013年5月19日執行の、島田市長選挙に無所属で出馬。 現職の桜井勝郎との一騎打ちを制し、初当選を果たす。同月29日の市長就任により、ソメヤは2013年4月に誕生した、伊豆の国市長の小野都子に次いで、静岡県内二人目の女性市長となった。国土交通省中央建設業審議会委員等も、務めた。当日有権者数、八万百六十四人、最終投票率。 70.80%2017 年5月21日、執行。元県議の大池幸夫、元市議の青山マトラを退け再選。当日有権者数82,387人、最終投票率 64.07%2021 年5月23日、執行。元情報通信研究機構上席研究員の土屋正弘。 元市議の福田正夫を退け参戦を果たした。当日有権者数8万582人最終、投票率62.29%。ありがとうございます。